どうも皆さん元気してますかくです、まあ今日はねまあ物騒な地域にいる時とかまあ危ねえなっていう危険を察知したらまあむやみやたらにねその勇気を出さない方がいいっていう話していこうかなって思ってまあ そこら辺のあたりって、まあ、治安というか、まあ、柄が悪くてそういう人たちの事務所もあったりとかでで前俺らがその草とか引いてた人が企業ってやっててさでそこの辺りのところの組織の企業ってやってたのね。で だかからなんかイメージ的にもうそこら辺は危ないってなんだろうなちょっとそういう人たちと関わりあったらすぐ分かるんだよねで,で他にもそのそこで物騒な話俺知り合いから聞いたりとかもあってさでバーやってる人がいてでその人がさその深夜店閉めようと思ったらその路上で。 焼き入れられてて上の人か分かんない若い衆が正座させられてさひたすら顔面蹴られてんだってでバンバンっつってでそれで「ってなるじゃんその人でもうずっと焼き入れられてもう意識なくなってでそのまま捨てられて帰ったらしくてで結局その人が救急車なんだよねそうでだったり 前俺のさ友達が DJ のグループ入ってた人たちがイベントやってたのもその辺りだったんだよね横浜の。でそこでイベントやるとそういう人たちに潰されまくってたんだって違う人たちとかだけどその俺らのグループの人とかがなんとか対抗して存続できたみたいないう感じのやっぱ物騒なエリアなのわけ。 でその企業舎弟の人がさその上の人からばっくれた時があってで,で番号がね決まってたんだよね。もともと車屋をやってたのかな会社としてそういう体でやってたのかわかんないんだけど番号が決まっててその人たちの仲間っていうその分かるようにね。 でその番号を変えないでその先輩の車を後輩がね違う子が乗ってたのねでその横浜の辺りをね走ってたらもう止められてそのままさらわれたらしいからね <laughs> マジ危ない怖えよそれに俺のそうスカウトやってた人たち風俗始めてさ横浜にも出してたんだけど そのヤクザ直営のさところから引き抜いたのねそしたらさらわれて骨折られてた <laughs> 怖いよねマジ全然危ないんだよねあそこら辺のエリアってでそれでその伊勢崎町のモールがあるんだけどそので伊勢崎モール歩いてる時とかにさその 軽ト,ラ軽トラじゃねえや軽自動車がね細い路地にそう止まってたんだよねずっと明らか迷惑なんだで後ろも渋滞してるわけ細い路地だしね抜けないしでずっと止まってんのそれで後ろの車がささすがにクラクション鳴らしたのパーってそしたらもう出てきてるのがドいかちいやつでうる もう,助手席からもう超でかくやつでで明らかもう柄悪いみたいなやつがぐーって後ろの車行ってもう後ろのやつガーンって開けてもう引きずり出そうとしてぐーってなんだよぐらって言ってでもいや,やべやべやべあやべやいつやらかした」ってなってでもそこでもうね止まってたらね軽自動車でもダメまあベンツだったら分かりやすいんだけど軽自動車だからこそ油断 ね、するよねでもそこでずっと止まっててそのエリアだったらちゃんとね危機管理能力とか察知しないとダメだよねでもそいつも出されそうになってさ「ら」とか言った分めっちゃ謝ってたんだろうね「すいませんすいません」みたいなそれなんとかその場は大丈夫だったんだけどねでもしねそれぶん殴られたりとかさその、ね、何されるかわかんないからね 本当そういうでそこで,で結局そ,そいつは平気だったけど、うん、下手したらね,ねもう怪我とかもしてたかもしんないしさで他ににんかそういう察知できてなかった人の話があってさその起業者ってやってる人がその後輩集めてそのプレイステーションかな 3かな4か忘れたんだけどそれを多分転売するって利益上げようっていうその目的で多分上の人から人数集めてくれって言われてで俺は平気だったんだけど後輩とか10人ぐらいかな集められてその電気屋でその売,売るっていう初日にその並ばされてたんだよあそのよ夜中からねかわいそうなんだけど。 <laughs> でそれで、まあ、オープンなるちょっと前ぐらいにそ,のそこの上の人が来たんだってうわーって歩いてきてでも明らか問い勝ちらしいのうわつって,ってであんまり上下関係とかできてないなんかフランクなやつもいたんだけどその時後輩でもうそいつもピシッってなって「はい」とかぐらい「危ねえこの人」っていうオーラの人が現れて。 でなんとその人は目並んでる中で一番先頭に並ぶんだってバンっつってでそ,その後輩たちは先頭は取れなかったんだよねもっと気合い入れて並んでる人が前にいたからだけどそんなん関係なしに一番前バーってその人がさ立ってしたら後ろの親子の親父が注意しちゃったんだよねその人に。 うん、多分「いや僕たち並んでたんでやめてもらっていいですか?」みたいな、まあ、そしたらボッコボコもうその親父 <laughs> 子供の前とか関係ないよねうんうボコボコにされてさでも警察来てでその人警察に連れてかれたんだけどさねその親子はさ言わなくたって2番だったのにさねそこでね その正義は勝たないからね、うん、力のあるやつが勝つからねうんそんなやつに言ったらさぶん殴られるっていう予想し,てしないとねだから逆にねそういう人たちとつるんでない人の方が勇敢になっちゃうのかもね経験してないからそこまでの緊急事態話し合いで終わんないからね <laughs> 鉄拳制裁食らうからねうん でだってその人何も言わなかったらさまあ子供に対してはちょっとさかっこいいところ見せれないけどさ2番に入れたわけじゃんで変えてさ怪我もしなくてボコボコにされてる方がさ子供ショックだよね「お父さんボコボコにされた」って <laughs> そうだからそん時はね絶対にねもう危険を察知する能力はないと。 ととんでもない目は合うと思う思、ね、俺海外でもさその俺友達メキシコの友達にも会いに行ったんだけどトロントの,あの会った時に帰る時にそこのメキシコのねメキシコシティから離れたところだったいとこその友達もいとこんちだったから,だからそことかもやばかったね。超 なんかねいるやつらとかもね怖かった絶対俺は一人で歩いちゃいけないなって思ったでやっぱりね悪そうなやつとかやばそうなやつってね全世界共通だと思う、うん、目つきとか雰囲気とかやべえ危なそうだなってでやっぱそうやって危なそうだなって思ってる方が多分相手もね警戒してくるし平気でしょうって思って勇敢そうにさ何も。 怖くないぜみたいな感じで歩いてるやつの方があいつ何も知らねえぜって思って目だからそのね無知と勇気は紙一重って言うんでもう危ねえなって思った時はもうしっかりやり過ごしたりとかちゃんともうキョロキョロとか。 ししたたりとか変ななった感じでしないでい俺のその前クラブでイカチーノ隣座った時にギョよくしたみたいな <laughs> しっかりまあそういうのをやってまあ皆さんも一緒にねサバイブしていきましょうせーのまた次回お会いしましょうさようなら